ネバダはアメリカ海軍のオハイオ級原子力潜水艦の8番艦。艦名はネバダ州にちなんで命名された。その名を持つ艦としてはネバダ急船艦1番艦以来3隻目の予定艦名で建造され、ネバダに改名して収益したスクリューフリゲートを初代とすると4隻目となる。ネバダの建造は1981年1月7日にコネチカット州クロトンの ジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され、1983年8月8日に寄港した。1985年9月14日にキャロル・ラクソルトによって命名浸水し、1986年8月16日にブルーハンのカイダブリューローム艦長及びゴールドハンのウィリアムストーン艦長の指揮下収益した。 2006年8月1日から2日にかけて、ネバダは、戦望強振度で、ファンデフカ海峡を通過中に、タグボートのフィリスダンラップが、ハワイ州ホノルルから、ワシントン州、シアトルまで牽引していた2隻の橋ブネのうち1隻の牽引ロープと交差し破壊した。ネバダのセール部分のグラスファイバーが破損し、別のタグボートが漂流した橋ブネを牽引しなければ、ならなかった。 2007年にはブルーハンの乗組員がバトル E を受賞した。本賞は艦隊で最優秀の艦に与えられる。ネバダは戦闘準備及び原子炉の安全運用で2年連続本賞を受賞した。ありがとうございます。